はいどうも、全力絶叫 YouTuber、B モリです。ということでね、二軍の帝王、B モレル。まあ、一応ね、ウエスタン、イースタンも全日程終了したということで、活動に一区切りがついたというところでありますが、まあ、この前ね、最後に、名古屋球場でのちょっとね、他のお客さんと揉めた動画を出しましたが、あの動画にいろいろ意見ありましたが、もちろんね、その B モレルのことわかる、その向こうのお客さんのこともわかると、そういう意見ね、本当にもう、めちゃくちゃ賛否分かれてたんですけども、まあ、実際本当にこれは難しい問題ではあるんですけども、ああいうトラブルが起こってしまう現状もあるっていうところです。僕 B モレル自身は、今後も二軍の帝王活動を続けていくつもりです。もちろんね、そういうああいうトラブルが起こってしまうっていうのは良くないことなんで、もちろんそこは空気をしっかり見て、まあ球場のね、その何ルールとかもねちゃんと把握して、そこはね、モーラルを持ってやろうと思ってますんで、この企画を楽しみにしてくださってる方もね、本当にいっぱいいらっしゃってね、現地でも一緒に応援してくださる方もいっぱいいるんで、そして選手の方々もね、まあ力になったとかね、そういうコメントも、ちらほら聞いております。はい、まあ、本当にこういう活動をね、楽しみにしてくださる方、待ってくださる方、力になる方がいる限り僕はね、続けていこうと思ってますんで、という中でやっぱ二軍応援もね、一個その何文化に今年なりつつあったとは思うんですよ。やっぱ B モレルがそのね、最初ジャイアンツ球場でここで島内の応援をしていこう、どんどんなんかその他の B モレルが行ってない球場でも一人応援劇が続出してるんですよね。だからなんか、俺今日、鎌ヶ谷おんのに、モレル三強、ジャイアンツ球場いますかとかね、来たりして、いやいや、その B モレル何人体制とかないから、バッファーとバッフェはいるけど、それ以上ないから、みたいなね。ってな感じで、ほんといろんな球場で二軍の一人応援に来とかが、もう続出してたんですよね。だから、ちょっと文化になりつつある。いや、本当にこれは素晴らしいことですよね。まあ、二軍の選手たちも声援があった方が、力になるって方も絶対いると思うんすよ。ただそんな中でも、やっぱこの前みたいなトラブルが起こることもあると。静かに見たいお客さんがいる。空気的に、そういう空気自体球場もあるっていう現状なんですよね。まあ、ということでですね、今年2023年、僕、二軍の帝王 B モレルが、全国各地の二軍球場を巡り歩いてきたのを踏まえまして、二軍一人応援に来、しやすい球場ランキング。やっぱりね、僕の二軍の帝王シリーズ見てきてもらったら分かる通り、まあ、やりやすい球場、もう何でもありの球場で、またまたそのね、静かに見られるお客さんが多い球場、本当に二軍の球場ってもう空気的に多種多様なんですよ、ね、ということで、この球場はもういけるぞと、この球場は絶対やったらダメっていうね、そういうのをね、今後ちょっとなんか一人応援行きしたいなとか思ってる方とか、俺はちょっと静かに見たいなっていう方、二軍観戦にあたってのこの球場の、ね、向き不向きっていうのね、今回の動画で説明していければいいなと思います。まあランキングの名前としては一人応援に来しやすい球場ランキングなんで、まあだからね、1位が一番しやすい球場で、12位が一番しにくい球場っていう風になっていくんですけども、まあだからその静かに観戦したいなっていう方にとっては、この下の方から攻めていった方がいいかもしれないですね。まあということでランキング発表といきたいんですけども、まずですね、阪神タイガースの鳴尾浜球場と楽天イーグルスの森林ドリーズミー球場なんですけど、この2つ実は僕行ってないんですよね。二軍の帝王完走したとかどうやってますけども、実はこの2つの球場だけね、本拠地行ってないんですよね。だからこの2つはちょっとランキングからまあ一旦除外させてもらうという形なんですけども、まあこの2つの球場ね、一応僕が把握してる範囲で言うと、まず楽天の森林ドリーズム球場、これは声出し禁止ですね。はい、明文化されてました。この球場は声出しできませんね。まあ、客席も結構ね、まあ席数が限られてて、結構地元の静かに見られるお客さんが多いと。はい、でもう球団がもう声出しやめてっていう風に書いてるんで、もうこの球場はもう一人応援に行きはダメです。だから静かに見たいっていう方はここめちゃくちゃおすすめです。あと阪神の鳴尾浜球場なんですけども、まあ、ここはその応援 OK とかダメとかはあんまわかんないですけど、ただなんかね、某 YouTuber が普通になんかここで二軍の一人応援劇をしに行った動画を上げとったんですよ。僕 B モレルじゃなくて、まあ、多分僕 B モレルのその二軍の帝王シリーズを見て、多分その鳴尾浜でもやったと思うんですけど、阪神の応援で。めちゃくちゃ炎上してまして。はい。びっくりするぐらい炎上してて。鳴尾浜でそんなことすんだとか、うるさいとかね、めちゃくちゃ叩かれとってね、だから多分ダメなんでしょうね。ルールとしてダメかは知らんけど、多分そういう雰囲気じゃないんやろな。結構客席数少ないんで、まだその YouTuber のそもそもの好感度の問題もあるとは思うんやけど、ね、率先してね、意見言えんやってくれて炎上してくれたんで、それは応援したらあかん球場なんだなってのが分かってよかったかなと思います。ね、ただ、鳴尾浜ももうすぐ移転するらしいんでね、新球場に。見れるのはあと数年ですかね。まあ、普通に行きたいなと思います。ここからはもうちゃんとしたランキング、B モレルがちゃんと行った球場の中でランキング順になります。まあだから10位からですね。いきます。第10位。西武ライオンズのカーミニックフィールドですね。まあカーミニックはそもそも多分声出しダメですね、あれは。
まあ、ルールとしてあるかはちょっとあんまり把握できんかったんやけど、もう絶対やったらあかんっていう雰囲気を僕は感じてやれなかったっす。はい、まあ大下選手はバリバリ声出してましたけど、はい。観客が声出している雰囲気ではありませんでした。ただたまにね、西武もベルーナドームでね2軍戦開催することもあると思うんで、まあ、ベルーナは多分いいんちゃうかな。はい、もう神肉はもう絶対ダメです。だからね、うん、もう普通に静かに、席自体はね見やすくていいんで、静かに見られる方にはおすすめです。で第9位、ロッテ浦和球場。まあ、ロッテ浦和球場もおそらく声出しは禁止ですね。まあ、周り結構住宅街とか工場もあってね、生活区域なんで、まあ近所迷惑なんでしょうね。まあただロッテ浦和球場は無料なんでね、はい、まあ、気軽にフラット行けて気軽に観戦できるっていう点はすごい、ね、接しやすい球場かなとは思います。はい、ということでこの10位9位カーミニクと浦和はもう間違いなく声出ししたらあかん球場なんですけど、まずここで1個区分けできます。でそして第8位相島ベースボールスタジアム、あ今杉本庄司バファローズスタジアムかな、はい、オリックスの本拠地ですね。舞島はおそらく声出しダメってことはないんですけど、いやなんかその客席数も結構少なくてね、うん、しかも指定席なんで多分まあ満席予想、まあ、平日とかも結構最近埋まってるらしいですね。人気やから禁止ではないけど声出ししたら相当浮く感じですね。僕もその時デニーズと行ったんですけど、声出しやってはいたんですけど、ちょっとなかなかね浮いてはいたと思うんで、パー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 オッケーだ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 バレバレ。ちょっとここ舞島ではやったらあかんなという雰囲気を感じました。はい、今後は僕ら舞島では多分やらないです。で第7位名古屋球場、はい、中日ドラゴンズの2軍の本拠地です。まあ、ね、記憶に新しいところね、この前ああいう動画を出したばっかりなんで承知だと思うんですけど、そういう静かに見ていてお客さんもまあおられる球場だなんだなっていうのは分かったと思います。ただね席の形状としては相当席数多いんで、外野のギリギリまで席あったんで、あれ二軍球場であそこまである球場ってなかなか少ないですけど、結構ガラガラのね一番端っこの外野寄りの方でやってはいたんですけども、ただそれでもまあそういうお客さんも少なからずいると、まあそういう空気があるとは事実なんで、名古屋球場ちょっと7位にランクインしました。あと立ち応援禁止ですね、名古屋球場。立たないとね声ってあんまり出ないんで、座りながらの応援ってところでちょっと応援のやりにくさはあるのかなと。そして第6位、タマホームスタジアム筑後、福岡ソフトバンクホークスの本拠地ですね。まあタマスタはね本当にすごい豪華な球場で、もう2軍の球場と思えんぐらいねお金もかけられてるんですけども、まあ全然応援はできます。はい、応援は全然できるんですけど、まあ、名古屋球場同様立ち応援禁止、座りながらの応援になりますっていうのと、指定席なんですよね、タマスタって全席指定なんです。指定席ってところで2軍の1人応援にするにあたって端っこのガラガラの方を使って結構好き放題動き回りたいっていうのもいると思うんですけど、それはできないですね。タマスタでは自分の席に座っての応援になるんで、パーパーパーパラパラソードエイジだね、パーパーパラパラパー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 、ちょっとそこの自由は1人応援にとっては聞きにくいのかなというね。ただその球場のスタッフの方々の席拭いてくれたりするファンさんはすごい良かったんで、ちゃんとしっかり整備された球場だなっていうのを感じましたね。ここは本当に一回行ってみるのおすすめです。そして第5位、ジャイアンツ球場、読売ジャイアンツの本拠地です。ジャイアンツ球場はビーモレル2軍の帝王シリーズの原点、はい、ここで島内選手を全力応援に行った場所なんですけども、僕にとってもすごい特別な場所なんですけど、ここから上はねもう正直応援全然もう多分やっていい球場なんですけど、ジャイアンツ球場もバンバン応援できます。僕の印象、ジャイアンツ球場に来るお客さん結構乗ってくれる。おかえ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 、巨人ファンの方もビジターファンの方も応援したら乗ってくれるっていう、うん、めちゃくちゃアットホームな球場でした。ただ一個ちょっと懸念点を言うと、ジャイアンツ球場若干席が少ない、 あんまり外野側に席が伸びてないんで、まあそこはちょっと気をつけた方がいいかなってポイント、席が結構満席の日とかだとそこは気をつけた方がいいかもしれない、うん、ただ普通の平日とかやったらもう全然ねいけると思います。そして第4位、鎌ヶ谷スタジアム、北海道日本ハムの本拠地ですね。まあ、カマスタもね、まあ、ジャイアンツ球場同様すごいアットホームな球場で、これ日ハム側にしろオリックスの応援も鎌ヶ谷来た時行ったんですよ。やっぱりねこの客席の一体感すごかったです。まあ、元々その鎌ヶ谷には応援団がいたっていう歴史もあるんで、まあ、そういうところには結構寛容なのかもしれない、他のお客さんも。鎌ヶ谷僕これ3回行ったんですけど、3回とも球場の雰囲気ね、スタンドの一体感っていうのがねすごい一緒にやって応援みたいな。オリックスの時なんかもう土曜でほぼ満員やったんやけどね、満員の中でも結構やっぱもうすごい一体感あったし、果てのように全速力で
サージンマキア、そして第3位、横須賀スタジアムですね。横浜 DeNA ベイスターズの本拠地です。これ横須賀はね、なんといってもね、客席が広い。これ外野の近くまでね、もう客席が伸びてるんで、すごい。だからもう端っこまで行ったらもうお客さんも全然おらんし、割と自由に球場で、でなんかあの一列だけなんか区切られてるんですよ。なんかそのめちゃくちゃ細いブロックがあるんですよ。これもう応援のための席やんって感じなんですけど、はい、ここやったら多分もう全然応援できますね。ただ立ち応援する場合は立ち見席に行かんダメなんですけど、でね、地元の少年たちもね一緒に乗ってくれて、うん、すごいアットホームな雰囲気もあって、さあ振り抜けに矢崎に発車振れるパワーで。横須賀の時ナイターやったんですけど、横須賀の夜はほんまに最高でしたね。結構あれ、僕の今までの二軍の帝王シリーズの中でもなんかめちゃくちゃ楽しかった回に入るんですけど、ここまで3位まで紹介してきました。大体ここまでの傾向で言うと、やっぱりそのね、客席数が広い球場ほどやりやすいっていう傾向はありますよね。やっぱりお客さんの密度も小さくなって、端っこの方に行けばね、もう自分だけみたいな状況になるんで、そうなるとやっぱやりやすくなりますよね。離れてればそのね、バックネット付近で見てるお客さんの邪魔にもあまりならないと思うんで。で、これちょっと一個番外編を、本拠地以外の球場ですね。2軍の試合っていうのは結構ね、地方巡業もあってですね、もちろんその1軍の球場での巡業もありまして、で、これどうか、あの楽天のね、あの森林ドリーズミに行けなかったですけど、地方開催や秋田小町スタジアム行ったんですけど、秋田はマジで最高やったな。その球場が広いから端っこで応援して全然浮かないってのもあるし、なんかその日は結構真ん中の方に楽天の応援に来、応援団みたいなのがおって、その人たちと一緒に応援したんですけど、やっぱこの地元の方々すごい熱かったですね、秋田の。ヘイトに向かって風を切り裂いて走れ。楽天の応援もそうやし、秋田の方々のあったかさっていうのにね、感動しましたね。そしてあと東京ドームですね。巨人が東京ドームで2軍戦主催してるんですけど、あれはもう完全に1軍の試合でしたね、ほぼ。うん、応援団おらんすけど、もう勝手になんかもう一人応援に来がもう大勢おって、それがもう一体となってもう応援団が応援してるみたいな雰囲気になってるんですよね。ウィンカーラーウィンカーラー。だからね、2軍の試合ってそういう日もあるんですよね。地方巡業の日もあれば、1軍の試合でやる日もあれば、マジでそれによっても雰囲気とかも全然違ってくるから、マジで。それでは最後に、1位2位の発表になります。もう僕の中でね、この1位2位が正直抜けてますね、今まで紹介してきた中で。うん、まあもちろんジャイアンツ球場も鎌ヶ谷もいいんですけど、ちょっとこの1位2位がちょっともう最高すぎて、だからその最強の2強を発表します。それではまず第2位、カープ U 練習場、広島東洋カープの本拠地ですね。あの動画見てもらった方いますかね。はい、もう山の中です、はい、周り何もありません。コンビニもありません。山口県のもうほんまに山奥、もう郊外ですらないというね。まずその景色が最高なんですけども、で U はね、もうこれ外野までずっとぐるっと回れるんですよ。だからもう全然密集しない、お客さんが。でまあ密集するところは強いて言えば内野の方なんですよ。外野の方ほとんど来ないですよ、誰も。だから外野のバックスクリーン際ぐらいに行けばもうほとんど誰もいないんですよ。まあそこで選手たちに応援歌を見せる。何も迷惑にもならんし、でもちょっと声は若干聞こえる程度やから、応援したい方はそこに来て、一緒にそこで応援したい者同士集まって応援できるし。その後うぐさ選手もなんか応援聞いてインスタフォローしてくれたし、あの球場マジ最高っすね。まあ、まずね、アクセスが至難の技なんですけども、まあ、そこに行ってしまえばもうそこはね、もうエデンですよ、楽園ですよ、もう何でもやり放題。ただ交通機関だとバスも電車も1時間に1本とかやと思うんで、まあ車で行くのがおすすめですね。それではお待ちしました。2軍の帝王が選ぶ栄えある2軍応援に来しやすい球場第1位、ヤクルト戸田球場。東京ヤクルトスワローズの本拠地、ヤクルト戸田球場。もう戸田しか勝たんでな。もう戸田がやっぱナンバーワンよ。マジで。もう戸田が一番好き、俺は。まあ、戸田球場を言うても、いろいろ席あるんですよ。はい。内野席であったりとか、ね、外野席も一応あるんですけど、外野席めっちゃちっちゃいですよ。はい。いろいろあるんですよ。結構席種あってね。ただそこの席は全部ね、ちっちゃいからね。うん。多分そこで応援したら、割と多分迷惑な気もするんですよ。違う。俺が言ってるのは、戸田球場の土手。戸田球場のあの上の土手。あの河川敷の土手、あそこですね。あのそうですね、戸田球場ってあの一応その席は設けられてるんですけど、この席はもちろん有料なんですけど、普通に無料で見れるあの土手がありまして、そこから普通に試合見れるんですよね。あのそこマジで何でもやり放題です。あのまずそもそもそこ球場の敷地内ではないしね、あそこ。
うん、球団の管轄外っていう。ということで、もう普通に上半身裸のおっちゃんとかが火焼きながら見てたりとか、おぎの駄菓子ララ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 、自転車で通りかかった兄ちゃんがね、普通にサイクリングがてら見るとかね、もう本当にそういう自由な光景が土手では繰り広げられてね、だからね、あの球場じゃないんですよ、球場じゃないけど野球見れるっていう、もうちょっと意味わからんですよ、はい、でそういう意味わからん空間やからこそ、もう応援とかも何でもやり放題なんですよね。テテレテレテレ村山ホームラン、タタタラタラタラ、村山ホームラン、おお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 お、割とね、その有料の席からは結構距離も離れてるんで、うるさくもないと思うし、隣に勝てる球場ないっすね、はい、今まで紹介してきた球場全部そのスタンドの中でやる話ですからね。だからスタンドの中ってことは、やっぱりそのスタンドの中でお客さん同士共存しなあかんと、そこを配慮し合っての二軍の帝王っていうね、ジャンルが成立するんですよ。そこを守った、モラルを守った上で有田三者なんですよね。戸田球場はもうないんすよね、それが。だってただの河川敷の土手やもん。河川敷の土手でトランペット練習してる人がおるでしょ、ダンスの練習してる人がおるでしょ、お笑いのね、漫才の練習してる人がおるでしょ、あの皆さんの住んでる河川敷の近くで。それと同じノリで一人応援劇できるんですよね。だからね、もう一人応援劇としてはもう戸田球場に勝てる球場はないっす。ただですね、これヤクルトも近々戸田球場からなんか茨城の守谷っていうところに二軍移転するみたいなんで、なんか二軍の帝王としてはちょっと戸田球場から移転する寂しいんやけどね。戸田が一番好きだから俺は。定期的に戸田でもやってほしいっすよね。まあ、森屋球場がちょっとどういう感じかわかんないですけども。ということで、はい、結論、二軍の帝王 B モレル、戸田球場ラブということで。はい、まあ、本当にね、来年以降二軍の帝王をね、するお客さんとかね、まあ、また、いろいろ増えてくると思います。ってところで、この僕のランキングを参考に、ルールを守って、モラルを守って、一人応援行きしていきましょう。で、あとね、静かに見られるお客さんもね、僕のランキング参考にして、この球場なら行けるとかね、うん、バックネットで見ようとかね、そういうところでね、一緒に共存していければいいですね。はい、皆さんで野球ってええなぁ。